はい、こんにちは、おっさんです。今日はね、この鳳凰美田をいっぱい買ってきたので飲み比べをしたいと思っております。これね、赤版はねちょっともう飲んじゃってるんですけども、鳳凰美田のこれはおまちちゃんですね。おまちちゃん、芳醇な香りがする米で作ってると。これ生じゃないんだよね。生なんだけど生じゃない、残念。はい、これ鳳凰美田の青、これね飲んだことないんだね、おっさん。限定品です。はい、鳳凰美田青とは何ですかっていうと、これも生だね。で、なんか新しいマスカットのようなタッチを基調とした、臨場香に、臨場香に新酒ならではのフレッシュ感、はいはい、マスカット的なフレッシュ感があるお酒みたいですね。ちょっとこれは新時代の予感じゃないですか。で、こちら、フィニックスの生、今までね、この火入れの生は飲んだことあるんだけど、本当の生っていうのはね飲んだことないです、おっさん。これを買いにね行って、最後の1本だけ残ってました。ちょっとおっさん早起きしなかったためにラス1を引いちゃいましたね。危なかった。はい、ということでこの4本、おっさん全部飲みたいけども、開けちゃうと風味がなくなるから、このもともとね開いている赤ちゃん、今のところこれチャンピオンですんで、このチャンピオンにどれが勝てるのかっていうところなんですよね。はい、ここで問題です。おっさんはどのお酒を飲むでしょうか。1本だけです。おっさん我慢する、今日は。明日健康診断だし、我慢して1本だけに決める。悩ましいな、これは。いや、普通に考えたらね、これフィニックスなんですよ。これが飲みたくて買いに行ってきたんで。でもこの青ね、マスカット飲んでみたいね、マスカット。で、こっちの瓶詰め、これ一回火入れしてるからね、味はもう固まってるような気がするんで、こいつはもう除外かな。おまちちゃん、おまち飲みたくて買ってきたんだけど、おまちちゃんはちょっと除外から、この2本。さあ、50-50使いました。どうでしょう、どっちでしょう。悩むな、これ悩むな。悩むから、とりあえず赤飲みましょう。はい、いただきます。うまいわ。やっぱこの子は優秀ですね。5000円するだけある。はい、見てください。青版は3200円、フィニックスは3600円。あれ、おまちいくらだ。ちょっとおまち忘れちゃった。でもこれ3本で1万1000いくらだったから、まあまあまあ4000円ぐらいなんでしょう。ちょっとスペックチェックしてみますか。スペックチェック、これは、はい、おまち 100% 55ですね、磨きは。はい、フィニックスはアイアム 100%、 これも55だね。特別純米ってやつですか。はい、これはなんだ、これ国産としか書いてないな。で、55、これも特別純米ってやつですか。で、この赤はね、大吟醸っていうぐらいだから、はい、40% ですね。これ山田錦の 40% 王道ですね。これ山田錦使っちゃうなんて王道ですよ。それにね対抗するこれですからね、はい、山おっさん大好き、おまち。で、今回新酒、マスカットとされる青。うわ、これ、全部飲みたいわ。まだ決まらない。
はい、おっさん決めました。正解は青。香りっていうぐらいだからね、これ香りを楽しみましょう。うん、ふむ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 、やっぱり赤を飲んだ後に青を飲んでも感動がないな。これ美味しいんだけど感動がない。これ赤の大勝利だわ。もう赤、お金さえあれば赤飲んでください。青はうまいけどたった1800円しか違わない。1800円でかいな。やっぱこれあれだよね、大吟醸じゃなくてもうまい酒を作る方法美伝さんは天才ですね。うん、このフルーティーな、全部フルーティーなんだけど、こっち、マスカットっていうぐらいだから、こっちマスクメロンですね。マスクメロンとマスカット。多分ね、おっさん思うにこのおまちはね、バナナだと思います。で、このフィニックスちゃんね。フィニックスちゃんはそうすると、メロン、マスカット、バナナ、こいつリンゴですかね。青リンゴじゃん。青リンゴなんではないでしょうか。はあ、いやいや、うまいわこれ。開けたいね。開けたい。これ一回開けたものを、なんか開けてなかったことにするのってないのかね。よくあのスパークリングワインとかはこうシュポシュポして泡を逃がさないような機会はあるけど、日本酒ってこれどうなんでしょう。一回蓋開けてこれ閉めとけば大丈夫なんでしょうか。お、今思ったけど鳳凰美伝さんはやっぱこういうマークなんですね。鳳凰なんですね。鳳凰かっこいいね。やっぱ鳳凰美伝のこのマークのこのラベル、やっぱこいつがかっこいいね。とはいえとはいえこの鳳凰美伝、鳳凰美伝かっこいいな。うん、うまい。締めて、よく締めていただきます。よいしょ。このねスペックチェックしてるとね、だいたいこれ見てください。12月作りたてですよこれ。あ、これ7月だった。これね、最後の1本でしたけど、多分これもう買えないですよ、来年まで。美味しくて。これ3月か。生で3月。意外と変われないんですね、こっちの。赤は、赤はいつでも飲めるってことですね。じゃあやっぱこの鳳凰美伝のブラックフィニックス、もし機会があったらこっちを優先して買ってください。こっちはね、多分これ限定品って書かれてるけど、結構前から売ってるからそんなに売れてるわけじゃないのかもしれないね。
おつまみなんや今日ね。これに合うおつまみはなんだ。悩む。じゃあちょっとおっさんはこの鳳凰美電ちゃんを冷蔵庫にしまわなければいけないので、これ4本もしまえないっつうのね。一般家庭に4本もしまえる冷蔵庫があるのかと、ちょっと一升瓶という文化を考え直してほしい。おっさんは考え直してほしいと思うよ。冷蔵庫に入るようにしてほしいと思うよ。じゃあバイバイキン。